万世橋駅は以下に記載する二つの駅が存在した。いずれも現在は廃止駅である。駅名は神田川に架かる万世橋に由来する。本校は双方の駅について扱うほか、埼玉県埼玉市の鉄道博物館にある実演、体験施設、ミニ運転列車に存在する同名の駅についても触れる。万世橋駅国鉄万世橋駅は、 国有鉄道中央本線にあった駅、東京都神田区の神田駅とお茶の水駅との間にあった。神田川に面する万世橋界隈は江戸時代から繁栄していた。万世橋の南側に位置する田町には青物省が集まっていた。青物省は17世紀初期から田町、蓮寂町、佐駅町に散在しており、1657年の 明暦の大化の直前には81件まで増えていたが、同大化の後、田町にまとめられた。教法の改革が行われた1724年に、幕府御用達となってからは、急速に発展し、後の神田市場の母体となる。神田川北岸には、米、新丹竹などの問屋があったほか、職人仕事の所在料の入受け地でもあった。幕末期には、 住宅地としても発展した。幕府が財源確保のために、所々を町人に課したこともあって、神田この町が育っていった。明治以降、さらに発展した。主に洋服生地を扱う問屋街が、周辺に形成された。万世京駅前の連尺町には、飲食店、寄せ映画館、現在も神田食見街などと呼ばれる一角がある。 繁栄する万世橋地区を目指して鉄道を延伸しようとしたのは私鉄の後部鉄道である。後部鉄道は1889年4月11日、立川新宿間を開通させ都心への延伸を進めていた。1912年4月1日、万世橋駅の営業を開始した。後部鉄道は1906年3月31日に国有化されたため、 鉄道院の駅となる。なお万世橋駅の開業によって、お茶の水、万世橋の間にあった小平橋駅は役目を終えて、廃止された。初代の駅舎は豪華であった。東京駅と同様に、立つの金吾の設計による赤レンガ作りで、一棟、二棟、待合室、食堂、バー、会議室等を備えていた。また、貨物用のエレベーターも整備されていた。 中央本線のターミナルとしてだけでなく、ここから両国駅方面への総武線の付設計画をも見据えたものであった。駅前には広場が設けられ、日露戦争の英雄である広瀬武雄と杉の孫七の銅像が立っていた。東京市電が走り、多くの人で賑わった。大正時代に最盛期を迎えた。しかし万世橋駅の開業後に東京駅が完成。 1919年3月1日、万世橋東京が開通。中央本線の起終点としての役目は7年で終わった。同年、神田駅が開業。1925年11月1日には、上野神田間の高架線が完成。秋葉原駅が旅客営業を始めた。一方、万世橋駅は1923年の関東大震災で駅舎が消失し、 遺体安置所に利用された後、簡素な駅舎が再建された。徒歩圏内に、神田駅及び、秋葉原駅ができたこと、それに、上野神田の路線ができたことで、東京以南から上野、浅草方面への支電の理解駅としての地位を失ったため、乗客数は激減していった。そして須田町交差点が移転し、1929年以降は、支電も通らなくなった。 1936年4月25日、東京駅から鉄道博物館外転。駅舎は解体縮小され、博物館に併設された小屋となった。駅構内にあった階段の一部は、博物館への直通連絡口に使われたものがあった。また、この解体縮小の直前には、駅構内の食堂が営業を終了した。1943年11月1日。 駅は休止となり、駅舎は交通博物館部分を除いて取り壊された。休止後、万世郷の風景は変わっていった。駅舎の資材は、新設の京浜東北線新小安駅に流用されたと言われる。駅前の広瀬中佐と杉野平総長の銅像は、第二次世界大戦終結後、撤去された。銅像の場所は、交通博物館の南端となり、全工号が展示された。 駅前交番だった須田町発出所は昭和中期まで使われた後1993年に江戸東京建物園に移築された。駅舎の一部は交通博物館に転用されたが2006年5月14日に閉鎖され2010年6月までにすべて取り壊された。交通博物館跡地には JR 神田万聖郷ビルが建設され2013年1月17日に 竣工した。また、2012年7月より、旧万世橋駅以降を整備し、モック行くと、神田万世橋が2013年9月14日に開業した。東京地下鉄道万世橋借り手流城は、東京府東京市神田区にあった東京地下鉄道の廃イり駅、末広町駅神田駅間で2年足らず営業した。1927年、しかし、神田川底を、 アンダーパッスルには水路を一時変更する必要があり、また、交通量の多い万世橋も掛け替えなければ、ならないと、長い後期が見込まれたため、それらが観光するまでの暫定的な停留所として1930年1月1日に開業した。東カリ駅は、万世橋交差点の中央通り、北詰め、現在の秋葉原電気街側に位置し、25、 パーミル勾配途中のトンネル断面積を若干大きく取った上で、本節道章上に二両辺成分の木造水平道章と木造プラットフォームを仮,仮仮設し、片渡り線を持つ末広町駅からの神田方面行きのボーリ線時を用いて、運行本数の半分が東仮駅を終着始発として単線折り返し運転されていた。仮駅の構造上車止めは、 不十分なものしか設置できなかったため、オーバーラン防止の観点から、道管駅機器の列車は手前で一旦停止し、その後再助行で侵入していた。上記の国鉄万世橋駅への乗り換えのみならず、その南北の須田町、万世橋両交差点は、東京市電のハブでもあり、連絡が非常に便利で好評だった。しかし、急行配かつカーブ開始区間にあるため常設駅を、 構えることができず、都家工事の進捗に従って、資材運搬用のトロッコを通す、必要上予定通り仮水平道床を先に撤去し、傾いた直結軌道に応じて、木造ホームの支柱と床面も適宜切断。これを階段状に作り替えて、暫時営業継続した後、1931年11月21日の神田駅延伸開業に伴い同日廃止され、 同症上の仮設物は前日一夜で撤去された。用途廃止後換気口検査業員侵入口になっている出入り鉱石は現在のエディオンキは前の歩道上にあり、光線条件が良ければはめられているグレーチングの隙間から階段が目視できていた。しかし後に網目の細かいものに交換され、現在は目視で確認することは困難となっている。 地下フロアートは設備室建物置に転用され、線路脇に開口しており、万世橋と書かれた駅名板も存在するものの、開口部は約1両分の短さで特に照明設備もなく、また改札鉱石はほとんどが壁で塞がれている。このため、トンネルの天井が丸く少し高く、当該区間のみ間柱がない程度にしか仮駅の痕跡が見当たらず、 国鉄万世京駅や、同じ銀座線の廃駅である東京高速鉄道級、新橋駅とは異なり、駅間で速度が乗る区間でもあり、一瞬にして通り過ぎてしまう、同い行を乗車中に指認することは難しい。末広町駅ホーム南端からは、同様に間柱のない渡り線区間跡が見渡せ、かろうじて王子を忍ぶ手がかりになっている。関連資料が地下鉄博物館で閲覧できるほか、 過去には閉館された交通博物館のみに展示万世京駅の歴史でも東カリ駅の地上部写真と校内志向図が一般公開されていた。また2010年9月11日に放送されたテレビ朝日系のバラエティ番組ディレクターズ TV 及び2011年12月8日に放送された NHK のバラエティ番組ブラタモリでは駅跡の様子が放映され、 その後も数度メディアや東京メトロの広報で取り上げられている。東京メトロ線軽電車が2012年春に銀座線へ導入されるのに伴い開設された銀座線線形スペシャルサイトの駅物語では当駅の紹介ページが設置され G 幻の駅ナンバリングで紹介された。2017年12月1日から18日まで地下鉄 開通90周年記念のイベントの一環、幻の駅ライトアップとして、旧万世京駅跡が、銀座線旧神宮前駅跡とともに、期間限定で、ライトアップされた。小説ミニ運転列車万世橋駅は、埼玉県埼玉市大宮区にある、鉄道博物館の実演、体験施設、ミニ運転列車に存在する、ミニチュア駅で、2007年10月14日に開業。 塩止め、両国共感として設けられ、この路線の起点駅も兼ねる。二面四線の島式ホームを持ち、古戦橋がかけられている。また、停車位置を合わせる都合からか、この駅に、限り非常の場合を除いて、停車時ブレーキ操作をしないよう求める標識が立っている。ABCD、東京駅、中央線ホームなぜ高い鉄路争奪線の力学。日本経済新聞。 2014年9月11日閲覧。正式な廃止手続きの記録はないが、国鉄が発行した1966年3月1日、現在の停車場一覧にはすでに万世橋駅の記載がない。開発、窓が開く、超高層オフィス、JR 神田万世橋ビルが完成。日系 BP 社。2015年6月19日閲覧。東京都、 神田の9万世協益再生、9、14開業、マーチエキュート神田ダ万世協。マイナビニュースマイナビ。http コロンスラッシュスラッシュニュース m y n v i j p スラッシュニューススラッシュ2013スラッシュ09スラッシュ13スラッシュ018スラッシュ。9万世協益を再生した、マーチエキュートが秋葉原を、大人の街にする日経トレンディネット。 日経 BP 社、2013年9月13日、万世協駅開始東京朝日新聞、新聞修正、明治編年史、第14巻、中央線菅田お茶の水館の赤レンガ高架橋に、新たな名所が誕生します。東日本旅客鉄道、 http://www.jreast.co.jp://2012/20120701 と pdf8 と中央線9番西京駅ホーム半世紀ぶりに改装下段として蘇る交通新聞 p2 銀座線幻の駅をライトアップします東京メトロプレスリリース ありがとうございます。